お待たせいたしました。7月の20日ですね、月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。また忘れちゃった。ダッキーさん、ドッキーさん、よろしくお願いします。ドキドキしちゃいますね。おかえりさんもこんばんはですね。皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうかね。世間では、3連休、ね、今日は海の日、ね、ということらしいですね。はいはいはい、ね。どっかね、旅行とかね、遊び行かれた方もいらっしゃるんじゃないですか。あ、はいさん、ありがとうございます。いえいえ、今日は本当気ままにね、やってきますんでね。で、もしね、何かね、最近こんなことがあってね、とかね、質問などなどございましたらね、気ままに書いていただければと思いますね。質問書いていただくとね、きっと誰かが答えてくれるね。そういう、あなた任せのね、番組作りに努めております。本当にね、最近はまあいろいろ、僕の方もね、やっておりまして、その話もね、あれやこれやさせていただこうかなと思いますけれどもね、最近本当に、なんだろう、大変、楽しいっていう感じでね、あれやこれやね、そのイベント系がね、これからちょっと、あれやこれありまして、あれやこれやがね、2回、3回続いておりますけれども、明日は明日で、池川明先生と、この間、スピリチュアルテレビの方にも、カメラ目線、出ていただきました若尾光子さんの、初コラボ講演会が、厚木で行われますね。若尾さん、こっちの方の人じゃないんでね、なんか、車で来ていただくね、ありがたいですよね。車で来ていただく。ね、結構、関西寄りの、お住まいなんですよね。はいはい。ね、そこからわざわざね、暑い中、来ていただくというね。本当暑いですよね。で、それから、まあ、あれやこれやあるんで、昨日はね、本当に、一日ディスクワークで、あれやこれやホームページを作ったりとか、チラシを作ったりとかね、整体師なんですよ。ね、この間、池川先生のクラスが厚木でありましてね、で、池川先生に、ふっと、もしや、と思って、実は僕ね、ご存知かと思いますけど、整体師でっていうふうに、池川先生にお伝えしたところ、そうだったんですか？ね、びっくりされてました。ね、僕って何？みたいなね。なのでね、ちょっとね、整体師ね、整体って言ってもまあいろいろあるんですけれどもね、今は本当にボディーワークっていうね、まあ言葉が本当に、英語であるかどうかっていうとあんまないような気がするんですけどね。肉体労働っていう意味みたいなね、感じですけどね。ね、まあとりあえずボディーワークっていうと、体に対してのね、いろんなセッションっていう感じでね、セラピー、っていうふうに、そんな意味合いで使ってますけどね。まあ整体っていうのもね、それに近い言葉でね、いろんな種類がありますね。この間も腰痛の方、知り合いの方なんですけどね、連絡いただいて、ブチさん、ヒーリング整体って腰痛にいいんですかって。整体だからね、みたいな。ね、もう何でもっていう。ただ、いろんな方向性からその体を見ていく。ね。やっぱ体だけにとどまって見ていくのっていうのはね、もったいない。ね。心の問題であるとか、いろんな問題、も視野に入れながらね、あれやこれや整体させていただいてます。ボキバキ系では、ありませんね。まあ、ボキバキ系はボキバキ系でね、いいと思うんですけど、ね。自分の場合にはどちらかというと、お手当て系ですね。霊気とかも入れながらみたいなね。
そんな感じで、やってる整体師でございますね。話が途切れた。日本語って難しいよねっていう話からね、やっていこうかなと思います、ね、何かなっていうとさっきの続きなんですけどね、一日ね、パチパチ、ガチャガチャやってたんで、これは、肩首来るな、あピカさんこんばんはですね、肩首来るなっていうことで、セッションでも使ってるあの水玉ですね、プハンとかね、水玉って言いますね、カッピングとも言いますね、こういう、カップみたいな、形で、それを直接皮膚に当てて中の空気を、ね、取っちゃうんですね。そうすると引っ張られる、ね、圧力がかかる、引っ張られる、ね、それで、要は、ね、この引っ張られた部分の、毛細血管というのを一旦壊しちゃって、ね、毛細血管って、偉いもんで、一旦壊すと治そうとね、体頑張ってくれるんですね。なら千葉さんこんばんはですね、そうすると毛細血管自体ね、案外動いてないものもあったりするんで、一回、壊して、新しい毛細血管を作ると循環が良くなるんですね、うん、だから非常に疲れを取るとかね、まあ、腰痛の方にもねさせていただいたり、生理痛の方ね、整体師っぽいでしょ今日は、やけに整体師をね、意識した発言でございます、ね、何の話だっけ、そう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 ね、これはパチパチあるから肩首に来るなっていうんで、その水玉プハンをね、首とか肩にね、もうやったまんまパチパチやったですよ、ね、20分30分してからあっと思ってね、結構やっちゃったなと思って、撮ったらかなり色が出てましてね、サナさんこんばんはですね、でそれはそれでスーッとするわけですよ、ああ楽になった、ね、非常に原始的な治療器具ですけど、水玉ってね本当に、いいんですよ、ね、特にこの時期から秋にかけて非常にいいですね、で、取ったらね、水泡、ね、っていう水ぶくれのちっちゃいやつ、ね、それができてたんですね、ポチッとな、ありがとうございます、ね、でその水泡、ね、水ぶくれの小さいやつができると、それは、悪いものが体からね引き出されたっていうふうに、解釈して、プハンやる人はねやったねっていうふうにね、拍手が起きる、ね、そのぐらいのもんなんですね、ピカスさんもこんばんはです で水泡ができたんで、どうしようかなと思ってね、ただ忙しいからそのまんまにしてたんですね。で翌日、今日のね朝ね、またFacebook とかパチパチやってる時にそれを思い出してね、うちのパートナーのゆきさんにその水を抜いてもらおうと思ったんですね、その水泡に、ポチッと針で、ね、穴開けてね水を取っちゃ う、ね、リッチさんはですね病院行きなっていうね、結構皮膚に負担かかるから、ね、病院行った方がいいですよって優しい人ですからね、明日もねお会いするかなと思いますけどね、でたまにカメラ目線ね、でゆきさんにねパチパチやりながら、ゆきさんさね水泡取ってって言ったんですね。でゆきさんも、あらすごいわねって言って、分かった分かったって言って、なんか、向こう行って、ね、自分の部屋に行って、多分針を取ってきてくれるのかなと思って、そのままパチパチやってたら、後ろにゆきさんの気配を感じて、ね、今取るから、ああ、お願いお願い。でも、取るからって言われても、なんか首触られてる感覚がないから、ゆきさんは最近針使いが上手になったのかななんて思って、偉いなとか思ってたんですよ、ね、そしたら取ったわってほらって、ね、ゆきさん勘違いしてね、針で水分を取るんじゃなくてカメラで、ね、写真撮ってたっていう、ね、日本語って難しいですねっていう、そういうお話でございます、ね、はいはい、
大学生の時もね、なんか商店街の、なんかくじで、まあちょっぴり、ね、当たったみたいな感じで、タイに、旅行に行けると、ね、割引、ね、ちょっと安く行けるっていう、ね、そういうのが当たったですよ。それで商店街の人たちとね、なぜだかよくわかんないですけどね、みんなで行ったですよ。まだ大学生でしたけどね。で、パタヤビーチとか行ったりしたんですけどね。買い物屋さん行ったらね、向こうのタイの方がいて、お兄さん、ね、日本語で喋りかけてくる、ね。お兄さん、はい。ね、お土産買う？勉強しとくよ？ってね。で、大学生だった自分はね、もう大学生だった頃ともう30年前ですけどね。勉強するの意味が分かんなかったですね。あ、そういうこと。ね、後で、うちの誰かに聞いてね、安くするっていうふうにね、そんな意味だよっていうふうに教えてもらいましたけどね、タイの人からね、日本語を教わるという、ね、そんなこともありました、ね。はいはいはい、そこまで言うならね、自分の話じゃないですけどね、まあ、ご存知の人はご存知、さだまさしさんの話でね、いや言っちゃいけないかね、いや、やっぱ日本語って難しいねって話がありましたね。ある日お寺でライブをしてくれませんかっていう、そういうお誘いがあったそうです。もうね、ずいぶん前の話ですよ。それでじゃあっていうんで、お寺の中だからね、そんなに大きなスピーカーもいらないだろうっていうんで、ね、小さいスピーカーも持ってきてね、なんていうふうにね、音響担当の人にお願いして、で、お寺でライブをやることになったね。で、お寺に行ったらね、親鸞と私みたいなタイトルがあってね、めまいがしたそうですけどね、ライブやってって言われたのに、みたいなね。で、セッティングしてる時にね、このスピーカー持ってきましたってね、持ってきたのが、BOSE、BOSE っていうね、で、さださん大笑いしてね、お寺に BOSE 持ってきてどうすんだっていうね、はい、そういう話ありましたね。で、ライブ終わって、スピーカーをね、片付ける、ね、これを、専門用語でね、笑っとけっていうね、あのスピーカー笑っとけって言ったら、そのスピーカーをね、外して、持ってってっていう、ね、そういう、言葉の意味合いらしいんですけどね。ライブ終わって、そのね、スピーカーをね、片付けるって言ってね、さださんが担当の人に、ね、お、あそこの坊主笑っとけって言ったらね、近くにいた人のいい住職がね、こっち向いてね、笑いながら V サインしたっていうね、そういう、深い話をね、昔聞いたことありますけどね、ここスピリチュアルテレビでしたね、はい、そういう話してどうすんだっていう、まあいいかはい、はい、まあなんかね、ありましたら皆さんもね、なんかね、チャットの方に書いていただければと思いますけど、ね、はい、まあ、生態の話に戻りますね。この間男の人が来たんですよ。で、今日何しますかってね、その男の人に聞いたら、ヒーリング生態お願いします。あ、そうですか、なんかお困りなことでも、人間関係を変えたいんですけど、ね、はい、ね、人間関係を変えるヒーリング生態、そういう歌い文句でね、確か出してないような気がするな、ね、まあ、人間関係を変えるとするならば他にもね、いろんなやり方があるんで、そっちをおすすめしようとしたんですけれども、自分の中で待てよっていうのがね、入ったわけですね。確かに、例えばカラーパンクチャーでも、対人関係を良くする、
トリートメントってあるですよね。それから、このスピテレビのね、前にご紹介させていただきました関係性を癒すワーク、ね、ネイチャーエッセンスをね、使っていくセッションですけどね、人間関係ってのもね、これまさに関係性ですよね。だからそっちをお勧めしてもいいんだけれどもなぁと思って、たんですけれども、心の中で待てよ、ね、果たして、ヒーリング整体で人間関係は良くなるのか、ね、自問自答したわけですね、もちろん、ね、他のね、なんか、強力なセッションもあるんですよ、でもこれやってみたいと思ったんですね。でただその人間関係自体をね、その生態で、どうすればいいのかなってね、1秒ぐらいであれやこれや考えるわけですね。その時に、その方の呼吸がね、非常に浅かった。ね、生態師っぽいでしょ、ね、そういうところを見るのね。ん?と思ったわけですね。で結構ね、いろんな疲労だとかエネルギーの滞りを感じたので、これは、生体でそういう、まずね、いろいろ体の中に溜めてるものをね、出していく。ね、先ほどのプハンもね、有効なんですけどもね、生体でもね、生体のやり方でね、ペースでできますので、これは面白いかも。ね、そう思ったわけです。ね、で人間関係どういうふうに困ってるのって聞いたら、だんだんみんな離れていくんですみたいな、ね、でだから電話をするんだけどすぐに切られたりとかそういう感じなんですっていう、ね、真面目な人でしたけどね、あそうなんだね。そこで、生態の方でね、じゃあ何を、着目してやっていったかっていうと、一つは呼吸を深くすること、ね、呼吸が非常に浅かったので、ね、呼吸を深くすることっていうのは、呼吸ってその近くにいる人と、なんだろう、影響し合ってるんですね。で近くにいる人が深い呼吸をしている人だと自分も落ち着く。で近くにいる人が呼吸が浅いと、自分も落ち着かなくなるっていうのがね、実はあったりするんですね。ね、だから人間関係を良くするっていうのはね、近くにいても安心できる、ゆったりできる。ねそれって、一つのね、前提条件みたいなところありますから。なので、まず呼吸を深くするために、っていうところが一つの、ね、着目点。それからもう一つは、なんだろう、その人の中に溜まっていたいろんなエネルギーを流しちゃうっていうね。この二つを着目してね、ヒーリング整体させていただきましたね。で1回2回ではなかなか難しいんですけどね、少しずつね、何回かやっていったらね、少しずつそれからまあね、本当に ゆっくりその人のペースですけどね、呼吸も深くなって、エネルギーの、ね、方も少しずつ流れるようになって、ね、ただそれだけだとね、人間関係ね、目に見えて良くなるかなっていうと、そんなことは、ないわけで、ないわけでってね、本人で言っちゃいけませんね。ですのでね、宿題を出す、ね、元中学校の先生らしいでしょ、宿題を出す、ね。で、最初に出した宿題は、その人の顔を見たら暗い感じ、ね。なので、これできますか?いや、できるって。何も言われてないんで、そうですよね。100円ショップでいいので、持ち歩けるね、手鏡、ね、鏡を買ってください。はい。ね、真面目な方でした、ね。それで、たまに
ね、それを、ね、取り出して、ニヤッと、ニヤッとニコッと笑ってください。はい。ね、これできますか？はい。ね、どうかなと思ったんですけどね。ただ、本当に、それをやるかやらないで、ね、随分変わってくるんですね。で何回ぐらい、一日。気がついたら、何回でも、ね。そういう話で、約束しましたね。やっぱり、自分の顔って、なかなか、見ない人は見ないでしょ？ね。自分がどんな顔をしてるか、ね。それを自分で知るってすごく大事なんですよね。で、やっぱり人間関係を良くするときってね、むすっとした顔してるよりもね、ニコッとした、顔の方がいいじゃないですか、ね。で、自分も気持ちいいわけですね。いや、ね、それ他の方に言ったら、いや、作り笑いは、ね、意味ないと思います。ね、そんなことをね、おっしゃった方もいたんですけれども、ということは他の人にもやってるんですね。作り笑いでいいんです。ね、最初は、ね。心から入るっていうのと体から入るっていうのがありますよね。例えば歩くときに、背中丸めて歩くとね、あんま明るいこと考えられない。ね、逆に胸を張ってね、歩くと、暗いことってあんまし考えられなかったりしますね。胸張って、歩いててね、彼女欲しいと思ったらだんだんこうなるわけですね。なのでね、姿勢と心持ちって案外ね、リンクするところがあるんですね。だから、作り笑顔でも最初はいいんですね。面白いですけどね。違う例ですけどね。うちの父親に前にもね、お話しさせていただきましたけれども、ね、あんま人間、僕と関係がね、良くなかったんですね。で実家から離れて、ね、しばらくしてから、たまに会うと、会ったら、まあ、とりあえずいいやと思ってね、別れ際に、ありがとうってね、必ず入れるようにしたんです。ね、思っちゃいませんでしたけどね、最初は。とりあえず言ってみようと思ってね、なんとなく、ね、で、ね、言ってったらだん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 ね、ありがたい気持ちになって、向こう、親父もね、最初は、ね、ありがとうって言う、じゃあ、ありがとうねって言うと、不思議な顔してたんですね。でも、だん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 ね、もう、じゃあ、気をつけてやるんだぞ、なんてね、向こうも親身になって、親の身ですよね、親身。まあ、親だから親身ですよね。ね、で、だん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 ね、関係も良くなったりっていうのはあるんですよ。ね、だから、ね、案外その、思ってなくてもね、言葉に出すとかね、いいんですよ。ね。ね、全然違うことを思い出しちゃったんですけどね、この間怖いなと思ったんですけどね、厚木の道歩いてて、厚木の道歩いててってね、変ですね。厚木に一番街っていうところがあるんですよ。ね、マクドとかあるんですけどね、関係ない。ね、そのマクド近くでね、なんかね、会社員らしき男の人と女の人がね、いて、どうやら、ね、お得意先さんとね、そのね、お得意に、していただいてありがとうございますっていう会社の人系で、よくわかんない説明ですね。で、女の人の方がね、後ろにいて、こうですね、こうですね。あ、じゃあ僕ここで、男の人がね、言ったら女の人が、本当ありがとうございましたってね、言ったんですよ。ありがとうございました、ね、で、男の人がふっとね、5歩ぐらい先に行ったらね、ありがとうございましたって言ってた人が、はっ。でね、急に顔が変わって、うわ、怖いと思ってね、ああ、すごいなあ、変化、わずか1秒ぐらいですよ、ね、であんなに変化しちゃうんだと思ってね、ビビりましたけど、あ、はい、
あ、皆さんね、先日のお茶会ありがとうございましたね。はい。また気ままに、無関係ですが、昨日ルーシー見ました。ルーシー。ほかにですね。ありがとうございます、ね。そこはだからね、本当にびっくりしましたけどね。そんな変わっちゃうみたいなね。でもまあね、それでもね、そういう姿勢は大事なのかなっていうね、話を戻しに戻しに戻しますけど、ね、だから案外その作り笑顔でもいいんでね、こうやって、作ってるとね、だんだんね、気持ちもね、そっちに上がってきたりするわけですよ。ね、で1回目は本当に暗い感じ、2回目も、ね、暗い感じ、っていうかね、ご本人本当に真面目な感じで、ね、笑顔一つ見せないって感じだったんですけども、3回目にいらした時にね、目元が違ったんです。うん、違うと思ってね、宿題やってますって言ったら、はい、やってますでね、最近人間関係が良くなって、前にはなんて言うんでしょう、離れていった友達がまた電話してきてくれたりするんですよ。あ、そう、よかったね。もちろん他にもね、いくつか例えば。なんだろうね、呼吸を自分で整えるっていうか、深呼吸しましょうとかね、そういう話も、ね、させていただいたりとか、ね、したですよ。ね、あとは、なんだろう、姿勢を良くすることとかね。斉藤ひとりさんもおっしゃってますね、最近そういうことを言う方が増えてきましたけど、やっぱり見た目って大事。僕が言うなっていう話ですけどね。見た目良くしますね。はいはい。だから、案外ね、そういう笑顔をね、気にして作っていくとか、呼吸を深くしていくとか、ね、もちろん、人間関係の元は何かなっていうと、自分なんですよね。だから、どれだけ自分のこと好きとかね、そんなことをね、いろいろとお話ししながらね、整体もやりながらって感じでね、やってきましたけどね、結構ね、変わりました、ね、喜んでくれたんで、本当良かったなっていう感じですけどね、はいはい、最近来ないんでね、きっと来られないんで、きっと良くなったんだろうなっていうふうにね、解釈してますけど、ね、だから案外その体を変えていく、ね、体が変わるとやっぱり心持ちも変わってきますしね、人間関係も変わっていくね、そういうことは、あるんじゃないかなってね、もっとね、きちんとやるならばそこにね、ネイチャーエッセンスを入れたりとかっていうのをね、していった方がいいんですけども、今回はあえてね、ヒーリングセンターと宿題、それで、人間関係がね、本人曰く変わったっていうね、そういうことをね、お話しさせていただきましたね。面白いですよね。で、何でもそうなんですけどね、すべては元は、自分なんですよね。もう自分で変わらないとっていうところはあるんですね。変わるっていうとね、ちょっと無理があるかもしれないんで、もう一つ深く言うならば、自分に戻ると。ね、心地よい自分に戻るとね、人間関係も当然ね、心地よいものになっていくね、全てのもとは自分ですから ね、人間関係のもとも、ね、自分との関係、ね、自分との関係はどうかね、自分を、ね、大切にしてるか、ね、自己尊重とかね、そういう話にはなってきますしね、ね、まあ占いなんかでもね、大体聞いて来られる内容っていうのは人間関係かお金、ね、どちらかっていうよく言われてますけどね、まあお金も人間関係からね、作られていきますから、そういう意味ではね、この人間関係で、まあ、悩むっていうのもね、人間である証拠みたいな言い方もできるかなと思います。
でもまあ悩みなさいじゃね、なんかしょうもないのでね、ね、もともとの自分に戻っていくっていうね、そういうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。KKY さん、こんばんは。先週の月何万稼ぐと豪語するスピリチュアルとコンサルティングの録画に見ました。ありがとうございます。私にはよくあるコンサルティングのスピリチュアル利用にしか見えなかったんですね。看護協会も利益志向団体に見えてしまいましたね。そういう危惧は感じられなかったですか。僕は非常に面白かったですね。スピリチュアルとコンサルティングっていうのは非常に、なんだろう、コンサルティングをどう見るかっていったところって、あって、で、あの方はやっぱり、コンサルティングの元はやっぱり自分をね、見つめることっていうところでは本当にスピリチュアル、なのかなっていう感じ、がしましたね。ね。で、なんだろう、何かやっていくときにね、今の世の中やっぱり利益がないとやっていけないところはありますからね、ね、それだけでは困るわけっていうのはね、KKY さんもね、お分かりだと思いますけどね、その元が、そのベースが愛であるかどうかっていったところ、ではね、もちろんね、あれやこれやあったのかもしれないですけどね、前回の、ご出演いただいた中ではね、いいんじゃないかなっていうね。ただ、その器具をね、危機感だとかね、大丈夫かなとか、そういうのを見ていくのはね、非常に大事なことだと思います。ね。そこは、ね、その人が本当にどう思ってるのか、ね、それをどう自分が感じるか、まあ、そういうふうにね、その人もおっしゃってましたよね。何さんでしたっけ？ね。だから、ね、KKY さんの中でね、もし、と思ったら、それはそれで僕、いいんじゃないかなと思いますね。僕的には、まあ、中では OK って感じかなっていうね。ミラー効果もあるから、真似するのもいいかも。ああ、ミラー効果ね。ミラーマンってありましたね、オカリンさん。朝焼けの光の中に立つ影はだけ。ね、ミラー効果ね、なんだろう、相手がやることを、ね、自分もね、その鏡のようにやっていくっていうね、そういうのもね、良かったりするんですよ、ね。それから、難しいですけどね、相手の呼吸に合わせるっていうのもね、一つの、ね、やり方ですね。面白いですけどね、歩くときにね、相手と同じ歩調で歩くとかね、そうやっていくとなんかね、親近感がね、湧いてきたりとか。あ、こんばんはです。夕食の準備をしてからね、マコリンさん、今日は夕食何でしょうかね。まあ、そんな話ね。だから、いろいろとね、その相手とね、ラポール取るっていうのはね、NLP っていうのはね、結構やってますよね。皆さんもご存知、神経言語プログラミング。ね、現代催眠なんかもね、なんとなく入っていたりしますよね。そうするとね、相手とラポールを取るためにはっていうことで、いろいろとね、技法的にはありますけどね。ただね、それからその人間関係で言うとね、こういうのも言いましたよ。その人間関係良くしたいからヒーリング整体受けますっていう方にお伝えしたのは、友達と会った時に友達の話をよく聞きなさい。案外自分を知ってほしいっていうふうに、
強く思って自分のことばっかり言う人っていらっしゃるんですよ。ね、それはそれで僕なんか聞いてて面白いなと思ってね、聞いてたりもするんですけれども、相手とね、人間関係を良くするとするならば、相手の話をなるべく聞く。ね、そういう方が案外、人間関係良くなるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はいはい。ね、特に女性の方とかはそうですよね。まあ男同士だとね、案外お互い無口で終わっちゃったりすることもね、あんまし、ね、言葉もなくっていう、ね、感じで、でも人間関係いいっていう場合もありますけどね。オカリンさん、どちらにしろ、どっちにしろ、呼吸を自覚していると変に相手に影響されにくくなるとも言えるかも。そうですね。あ、こうちゃんさん、こんばんはです。大阪より帰ってね。はい。マコリンさんね、先週の放送の方、僕の話を聞き流してください。僕の話よりも自分の直感を信じてください。まあ、そんなことをおっしゃってましたね。自分が関係ない話と思ったら自分に取り入れなかったらいいんじゃないですか。ね、ありがとうございますね。あのね、名前を忘れてしまいました。あの方のね、そういう姿勢は、ね、すごくいいところだなっていうふうに僕は思いますね。はいはい。何よりね、よしよし、どう感じるかというところ、みんな、ね、自分の中での、ね、答えって持ってたりするんですよ、ね。だから自分の思い、ね、よく、ね、世界地図は、ね、人それぞれ違うよっていう話ありますけれどもね、世界観だとかね、人生観とか、まあ、いろいろあるわけですね。で、それぞれこう思ってるっていうね、案外、ね、それでいいんじゃないかなっていうね、みんな違ってみんないいの世界ですね。あ、激アイさんありがとうございます。はい、まあ、早めに今日は、ね、心の扉を開く、ね、海の日、ね、海行ってないですね。皆さんいかがですか、ね、なんか綺麗な海入りたいですよね。温泉じゃないんだから言われそうですけど、奇跡を当然のものと考えなさい。最高のことしか起きないこと、そしてあらゆる必要は満たされるということを当然と思いなさい。全く不可能に思えることもです。あまり多くを期待するべきではないなどと自分を限定するようなことは決して思ってはいけません。自分の必要とすることをはっきりと思い描き、口に出していい、そしてそれが満たされることを自信を持って 100% 信ずるのです。それがどうやってもたらされるかは私に任せなさい。様々な回路を通してそれをもたらすようにしなければなりませんが、私には全てが可能なのです。だから無理をしてしがみつかずに私に委ね、神秘に満ちた輝かしい神の行いを目にしてください。そして永遠の感謝を捧げ、いつもいつの時も全てを全体のために行うようにしなさい。あなたは人間界の法で生きているのではなく、神なる存在の法則に従って生きているのです。だからこそいつ何が起こってもおかしくないのです。奇跡を当然のものと考え、奇跡が起きるのを目の当たりにしなさい。繁栄と豊穣を常に自分の目の前に思い描き、それが実現する力を動かし始めるのだと知るのです。
良い方向に思いを向ければ向けるほど、それは早く実現することでしょう。奇跡を当然のものと考えなさいね。本当そうですよね。どういう視点でね、世の中見ていくかでね、本当に、つまんないもの、ね、世の中つまんないよね、なんていうね、そういうふうに思う方もいらっしゃるでしょうし、なんか奇跡ばっかし、みたいな。ね、で、そういう人って何だろう、ね、奇跡って本当起きるよね、すぐみたいな、すぐってのは変か、ね、あの奇跡って本当起きんだよねみたいな、ね、そういう思い込み思い込みじゃないんですよ、本当は、ね、全部奇跡なんですけども、ね、生まれてくるのも、ね、池川先生曰く1億円の宝くじ、ね、宝くじで1億円あって100万回連続して当てるようなものですなんてね、確かおっしゃってましたけど、ね、そういう意味じゃ奇跡ですよね、生きてること自体、ね、さんまさんもね、うん、ね、そんなことをおっしゃってましたよね、何だったっけ、ね、生きてるだけでボロ儲けかなんかね、そんな話されてましたけどね。だから案外ね、その奇跡ってね、たまにたまにじゃないですね、うちの息子と歩いててもね、あ、息子と一緒にこうやって歩けるなんて、ね、本当ありがたいなぁなんて思っちゃったりしますしね。で、まあいろんな人との出会いなんかもそうですね、本当に面白いな世の中っていうふうに思いますよね。はいはい。KKY さん、ただ看護協会の方が素晴らしい活動をされているのに変に思われることを心配してしまいました。余計なこと、いや余計じゃないです。そこがね、KKY さん大事なとこなんですよね。実際にだからバランス取るってすごく大事ですね。だから、みんなこうだからって言うとね、いいっていうね、そういうバランスを取る人がね、いないともったいないっていうかね、つまんなかったりするわけですよ、ね、でそういう人がいてこそね、案外健全だったりするし、もちろん自分の中でもさっきお伝えしたように、どうなんだろう、本当にそういう、ね、ベースがスピリチュアルなのかな、ね、口では何とでも言えますからね、だからどうすればいいのかっていうと、自分の感覚を信じるだけですよ ね、自分はどう感じるのかね、橋本先生みたいにこうやってね、どうだよってね、やってもいいんですけれどもね、聞いてみて本当にスーッと入ってくるか、と思うかすごく大事で、と思ったらなんでそう思うのかっていうね、全てを信じるっていうのはどうなんだろうなっていうところありますよね。やっぱりその自分の体を感じる、心を感じて、選んでいくっていうのはすごく大事なところなんですね。心の扉を開く、アマゾンでゲットしました。ね、毎朝目覚めてからの日課にしてます。おお、すごい。ドッキーさん。はい、オカリンさん、今朝同じ本の同じメッセージをたまたま読んでたら、今、ブチさんが同じページを読んでるシンクロ。あ、面白いですね、シンクロ。皆さんありがとうございます。ね、呼吸って言えばね、前にもね、呼吸で、近反射の代わりにね、呼吸で感じるといいですよって話をね、結構みっちりとね、させていただいたかと思いますね。もう一回おさらい的にやるならば、ね、まず体をプレーンにしてね、本当は、
いつも自分がどんな呼吸してるかっていうのをね、感じとくといいんですけどね。でもってね、イエスって、ね、思いながら、ね、言いながら呼吸できませんからね。イエスイエスイエスってね、心の中で思いながら呼吸する。ノーノーノーってね、心の中で思いながら呼吸する。分かりづらいところはあるんですけれども、自分に合ったものとかイエスの方が呼吸が深くなるんですね。近反射と同じ原理ですね。で、呼吸はいつもしてるでしょ、皆さん。ね、なので、その呼吸でもって、自分に合ってるかどうか、ね、それを感じていくっていうのはね、案外トレーニングすると面白いですよ。ね、どこのお店で昼飯食べようかなみたいな感じでね、歩いてて、うん、この店はだから呼吸が浅くなるとかね、あ、ここ呼吸が深くなるななんてね、入ってっても、メニュー見ながら、さて、どれにしようかな、ね、カツ丼、呼吸が浅い、中華丼、まあこれ普通だな、天丼、いや、うな丼、ああ、呼吸が深いな。でも値段見たら呼吸が浅くなっちゃったりしてね。どっちを取るか、ね。まあ、それも自分の選択ですけどね。本当、呼吸でね、日頃自分の呼吸を感じるっていうのはね、そういうトレーニングしてると非常に面白いと思いますね。呼吸は嘘つかない。そうですね、絶対嘘つけない、オカリンさんありがとうございます。三日坊主に終わったのですが、たまに読むと見事にシンクロするな、はい、そのぐらいがいいのかもしれないですよね。ね、3連休だったみたいですけど、皆さんいかがお過ごしでした？はいはいはい、自分は本当にね、いろいろあって、特にもう明日ね、さっきも言いました、池川明先生と、若尾光子さんのね、コラボ公演、ね、神様のお手伝いっていうね。値段どっち、欲求どっちね、はい、朝みたいな、そうですね、ね、うな丼だと、なんていうか呼吸できんだと思ったけどね、値段見たら急に浅くなっちゃったりする、ね、そういうところあるかもしれないですよね。はいはい、まだね、募集でしてますんでね、もしよろしかったらね、どこで調べればいい、待ってくださいね。本当にね、おすすめです。ね、なかなかね、今後わかんないですけどね、若尾さんと池川先生のコラボ、ちゃんちゃん、ね、お近くの方どうぞね、魂レベルでね、なんかね、クリーニングされるようなね、そんな、講演会になるかと思います。あ、確かに嫌いな人と一緒にいるときは呼吸が浅い感じってね。はい、まあね、好きな人と一緒にいるとドキドキしちゃうね。呼吸、深くなるか浅くなるかはよくわかんないですけどね。と、ゆきさんを見る。
経験の時間をゆっくり感じたいとき、呼吸がゆっくりになる。そうですね。うん、そう思いますよ。ね、うん。逆にハラハラドキドキの時ってあっという間だったりしますしね。でもゆったりしてても、なんて言うんでしょう。フローのに入ってる時ってゆったりしてるような気はするなぁ。でもフローの時ってもう呼吸を見るとかそういうことってね、なかなか、まあ、フローっていうのはもうね、ガーッと入っちゃって好きなことに、ね、集中して時間も、何も忘れちゃってそれやってるっていう時ですけどね。そういうフローの時っていうのはどうなの、ね、魂レベルでワクワクしてる時だってね、うん、そういう時の呼吸ってどうだからね、調べてみたいですね。はいはい。それから、まあね、それから、なんだ、25日の土曜日はね、デューサイさん、ね、スピテレビにもね、何回も出て、いらした、ね、デューサイさんとね、コラボで僕、ね、やりますね。硬派系スピリチュアルトーク&オープンセッション、ね、新宿でやりますけどね。それの方もあったりとか、ね、そっちは非常に面白いと思いますけどね。硬派系ですからね。はいはい。ね、バランス取りたいんですね、自分の中でね。もう優しいっていうね、みんないいんじゃないそれでみたいな、のばっかりでいいのみたいなね、自分もいたりするんですね。ね、まあ、スピリチュアルっていうね、その、業界って言ったら変ですよね。その中でも、やっぱり、みんながみんな優しいでは、あれなのかなっていうね、ゲーセンの話になっちゃいますけどね、ゲーセンでもね、いらっしゃるですよ。ね、ゲーセンでね、メダルゲームやるときは必ずね、ビニールの手袋をやって手が汚れないようにしてるっておばちゃんが。ね、手袋のおばちゃんってね、呼んでますね。その方は非常にゲーセンに来てる子供たちに厳しいですね。あんた何言ってんの？とかね、たまに呼びつけて、あんた何やってんの？仕事は？とかね、10代後半の子たちとかにね、言ったり、で、実際になんか喧嘩、子供同士で喧嘩してると中に入って何やってんの？ね、そういうおばちゃんがいるですよね。本当は優しいんです、ね。でも、ね、子供たちにとってはね、なんだろうって、ガミガミうるさいなって思うかもしれないですけどね。でそういう人がいるとね、また、なんて言うんだろう、世の中ピシッとするところがあるですよ。ね、そういう、なんて言うんだろうな、頑固親父。ね、昔町にね必ず一人はいた、ね、頑固おやじっていうね、なんかわけわかんないけど怒ってるとかね、子供に厳しいとかね、本当はねそういう人って子供嫌いでやってるんじゃなくて子供好きでやってたりするみたいですよね。だからスピリチュアルのね、スピリチュアル界でも、ね、そういう頑固おやじが、ね、いないといけないなと思ってね、で、デューサイさんやって、みたいな感じでね、お願いして、今度25日にやるんですけれども、ね。はいはい。ね、過呼吸はね、そうですね、うん。危険回避モード。ね、要はその、例えばの話、クマが出たときは、ダッシュで逃げれるように、ドキドキするわけですよね。だから呼吸も浅くなりますね。ただドキドキしすぎると過呼吸になってね、っていうところはありますよね。はい、おかれんさん悩んでますね。はい、で、あとは何をやるかっていうと、8月にはね、これお願いされて僕とゆきさんでやるんですけれども、小学生中心に、お子さんと、親御さん2人もしくはね、お父さんお母さんと3人で、お子さん2人だったら4人で、ね、まあセミナーというかワークショップ形式でね、
そういう子供のための性教育っていうのをね、やりたいなっていう、ね、今話が進んでるっていうか、やることになってますね。8月の22日かな、ね、厚木でやりますけどね。性教育っていうのもね、非常に面白い分野ではあるなっていうふうに思ってるわけですね。性っていうのはね、まさに男性女性、ね、その人自身っていったところですよね。で特に、ね、自分なんかも中学生相手にね、まあ、先生でしたからね、性教育の授業をやりましょうっていうね、先生方でいろいろ研究して、性教育とかね、授業でやったことはあるんですよ、ね。ただ、なんかピンとこなかった。なんでピンとこないのかな。いろいろ考えていって、で、この年になって思ったのはね、性教育ってね、その、例えば避妊であるとかね、そういう話ではないよね。ね、特に小学校、中学校の段階では、もっとベースのところが本当に本来の意味での、ね、性教育なんじゃないかなっていうね。じゃあベースって何かなっていうと、人を好きになるってどんなことか。ね、これってでもね、急に言われたら大人でも答えられないかもしれないですよね。人を好きになるってどんなことですか？お金もさって言うと、えっていうふうになっちゃうかもしれないね。でもそこですよね。でもっと言うならば、自分のこと好きとかそういう話にもなるわけですよね。それって性教育っていうふうにね、思う方いらっしゃるかもしれないですけども、ね、性教育の元というのはその命の大切さ、ね、自分の大切さ、ね、自分を大切に思ってこそ、好きな人を大切にできるっていうね、そういう段階ってあるように僕は思うわけでございますね。はい、ね、そういったところのね、ベースの話を、なんかね、お子さんと、お父さんお母さんにさせていただくっていうのもね、非常になんか面白いなと思いますね。先生辞めてね、そういうことなんかもう、やらないんだろうなと、あえて避けてたところもあるんですけどね。でもまあ、なんか話の流れでね、やりませんって言われたんでね、楽しそうだからやりますっていうふうにね、答える自分がおりました、ね、はいはいはい、ね、大人の人でもね、まあ、さっきの話戻りますけどね、KKY さん、人を好きになるってどんなこと？ってドキドキしちゃいますよね。でもそういうのを なんかね、大人でもなんかオープンに話せる、そういう場ってあってもいいと思いません？ネオさん。急にみんなに振る。はいはい。ね、そう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 、ね。で、9月は9月で、池川先生の体内記憶のね、まあ1回だけですけどね、オープンクラスを、ね、させていただくんですよ。これも厚木で。ね、ね、ただね、最近の池川先生のお話ってね、前よりももっと深くなって、その体内記憶とかそういうのの、話を通して、魂とはとかね、だん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 その魂学っていうのかな、そういう方向には、そういう方向に行かれてるのかなっていう。思いますね。まあね、本当お話深いですよね。で、それとね、それが9月の12日にあるんですけど、その1週間、ね、前ね、9月の5日に、これ銀座でやるですよ。ね、ね、させていただくんですけれども、長堀先生とね、中瑠璃さんですね、国際ヒーリング看護協会のね、それから上田聡さん、3人のね、まあ、先生に集まっていただいて、送り人からのメッセージっていうね、
そういう、ね、講演会をさせていただくことになりましたね。これも、自分の中のバランスなんでしょうね。池川先生とね、半年かけてね、月1回のペースでやっていった、幸せな命を育む学校、これは生まれることとかね、子育てっていうのはね、大事だよねってやってきたんですけど、そうすると、生まれると死ぬよねっていうね、こっちも大事だよねっていうバランスの取り方ですね、自分の中でもね。なので、死を見つめるっていうね、長堀先生はまさにね、そういう、がんの方とかのね、ケアされてますね。実際の、ね、医療現場でね、中さん介護現場でね、やはりその、他の方の死と、ね、相対してね、案外上田さんもそういうことをされてたりとか、ご自身の体験があったりするので、そういう方の話を聞いて、ね、で、実際に来た方が、ね、どう感じるか、まあ、もうまさにそれだけなんですけど、ただ、言えることはね、なんて言うんでしょう、いつかね、本当に、ね、自分自身も大切な人を見送る立場になるし、ね、それから逆に、見送られる立場にもなると。ね、それは根性っていうところにおいては、もう、必然的なところなので、そこってなかなか学校でも、ちょっと隠してたわけじゃないですよ。ね、あんまり触れなかった。ね、で、それを死を、ね、学ぶことって、ね、なかなか実際の、ね、家族であるとか、お友達の、が亡くなるっていうところでリアルにね、体験する。それが本当に、死を体験、学ぶ初めてだったりするわけじゃないですか。ね、今は。ね。それよりも、まずはね、そういうことをね、現場で、やられてる方のお話を聞くことでね、自分の中でね、その覚悟を決めていただく。ね、大事なんじゃないかな。ね、いつかはね、本当に大切な人を自分は見送る立場にもなるし、見送られる立場にもなるっていうことね。それを、まあ、覚悟してこそ、なんか今を、ワイワイガヤガヤ楽しく生きられるんじゃないかなっていうね、思うわけで、ね、そこら辺のお話を9月、ね、イベントとしてやっていくというところでございますね。いろいろありがとうございます。マコニンさん、兄と犬に夕食を食べさせていたので、一緒に、また席を外していました。どんな話をして、見れなかったところは後で、録画で見させていただきます。どうぞどうぞ、ご覧になってください。今日はね、気ままな感じで、もう9時なんですね。早いですね。なんか質問があればね、言ってください。言ってくださいって言ってもダメですよ。ね、書いてください、チャットに。ね、誰か答えてくれますね。今日はね、まあ、そんな、ところで、何をしようかなってね、セルフケアでもいいんですけれどもね。ね、急に暑くなったからね、疲れちゃう。ね、そういうのもいいんですけれども。何がいいかな。思いつくまで。もうこれでそのまんまいっちゃうかもしれないですけどね。日本の神様カード。これ、もし、ね、ご希望の方がいらっしゃったらね、また気ままに引いていきたいと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。身近な、身の上かな、身辺。でも最近本当は早いですよね。いつも、ね、
ずっとね、どんどん加速してるのかなっていうぐらいね、あっという間にね、もう7月も、ね、20日まで行っちゃいましたけどね。そんな感じで、僕の方はあれやこれやね、気ままにやっておりますね。オカリンさん、ありがとうございます。オカリンさんですね。聞かさせていただきます。千代子さんですね。本郷千代子さん、ありがとうございます。私も呼吸が浅いのですが、どうしたら深い呼吸ができるようになりますか？訓練するのもいいんですけれども、よくね、お伝えするのはあんま難しいこととかね、なんで、息を吐くことに、ね、意識を置いてください、ね。なるべくゆっくり息を吐く。ね、深い呼吸っていうと、なんかね、吸う方にね、意識、いっちゃいますけれどもね。それだと大変ですね。吐いたら必ず吸います。普通。なので、なるべく、口からでもいいです。鼻詰まってるときは、ね。鼻からでもいいですね。疲れてるときはため息つくように。ていう感じでね、息を吐いて、で、新鮮な空気が自分の中に入ってくるとかね、新鮮な、エネルギーが自分の中に入ってくるっていうね。そういうイメージするだけでも変わってくるんですよ。ね。ただ、一番簡単なのは息をなるべくゆっくりね、細く、長く、ね、吐くっていうのを意識してくださいね。無理しちゃいけませんよ。無理するとね、元も子もないんで、気ままな感じでいいのでね。ね、息を吐く。で、やってるとだん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 、呼吸が深くなってきますからね。あ、皆さんありがとうございますね。オカリンさんですね。オカリンさんは、カムナオビの大なおびの神。じゃんじゃんじゃん。久々ですよね、カード。なんか踊ってるみたいですよね。笑う門には福来たる。笑ってますか？まあ、さっきも笑いましょうなんて話出てきましたけど、最近お腹を抱えてお笑いしたことがありますか？笑えば笑うほどエネルギーが高まり、笑えば笑うほど豊かさがあなたに引き寄せられてきます。ね。そうですよね。まあ、ね、もう皆さんお分かりですね。ね、豊かさってやるとね、豊かさ逃げていっちゃったりするんですね。でも笑ってると寄ってくるみたいなところありますよね。さあ、ともかく今、お腹の底から笑いましょう。笑ってるときあなたは今ここにいるのですね。笑う門には福来たる。おかげさん。マコリンさん。飽きたらやめますよ。つくよみのみこと。ね、つくよみのみこと。神秘の時を見る。感性を磨く。男性性、女性性のバランス。月。ムーンですね。月を読み、月、
幸運を読み、ね、ついてるついてるの月ですね、あなたの中の霊力を信じなさい、透き通るような月の夜にあなたは神秘の扉を開き、深い夢の底の夢の海の底に降りていくのです。私の奏でる横笛の調べを聞きなさい、歌を聞き涙を聞きなさい、そうすれば色や香りの響きが聞こえてくるでしょう。あなたが時を読みほどき、数を読み解き、波を読み解くことができるよう私が助けましょう。そうですね、感じることですね、感じた時にこれはどういう感じなのかな、言葉にする必要はないんですけどね、優しい感じとかちょっと嫌な感じとか辛い感じ悲しい感じね、そういう感じでいいと思うんですけどもね、何かと出会った時、誰かと出会った時ね、道を歩いてね、その横を通った時にね、自分が何を感じてるのかっていうのにちょっと、耳を傾ける、体を感じる、それが今ね必要なのかもしれないですね、そうすると何かが、ね、一つ、変わって、自分を方向づけていくのかもしれないですよね。で、それに引っ張られる必要はないですね、逆にね、自分というその魂が大元にねドンとなって感じるっていうのはその周りですからね、大元がないとなかなか感じられない、ね、そういった意味ではその自分がその大元に戻っていくと逆に感じるその感性も磨かれていくっていうのもあるんですけれども、ね、まずはいい悪いではなくてね、あ、自分はこう感じてるんだな、嫌だって感じてるんだな、いいっていうふうに感じてるんだな、お腹が空いてるっていうふうに感じるんだな、そういうところの感覚を楽しんでみるといいかもしれないですね。こうちゃんさんですね。こうちゃんさん。お、飛んでった。太玉の御事。ドンドンドンって感じですね。太玉の御事。運命を知る。選択の時、洗うんじゃないですよ。選択、選ぶ。ね、選択の時、ギフト、もう頭で考えるのは十分。今が選択の時です。迷いの時は終わりました。もう一度深く深呼吸をして自分のいる場所から今の自分を見下ろしてください。大きなビジョンが見えてきます。あなたの魂が最も喜ぶ選択ができるようになり、私が助けましょう。あなたの魂が最も喜ぶ選択ができるようには私が助けましょうですね。すみません。あなたの選択があなた自身への贈り物になるように。いいですね。あなたの選択があなた自身への贈り物になるように。ね。すべて、だから、いろいろ選ぶっていうのはね、人生の経験ですよね。人生の経験を自分で選ぶ。その人生の経験こそが、自分にとっての贈り物であり、若尾さんの話で言うならば、自分が経験するっていうことが、全ての存在への贈り物になっちゃうっていうね、そう考えるとすごいですよね、だからそれは失敗とか成功とかそういうんじゃないわけでね、全てひっくるめて、経験体験すること、それが、全てギフトであるっていうね、話です、ね、でそうするならば、何を選ぶのかね、
幸せを選ぶっていう話ですよね。何が幸せなのか、ね、いろんな幸せあるかもしれないけれども、その自分の魂が喜ぶ、ね、幸せ、ね、ハートが広がる幸せ、を選んでいく、ね、とどん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 ね、その自分が変わっていく、ね、自分なんかもね、前先生やってた時は、うん、いやこれ修行だからみたいなところあったんですけどもね、今の仕事整体師ですよ、まあヒーラーですって言ってもいいんですけどもね、いろいろやってるカウンセラーです、まあ何でもいいんですけれども、楽しいことを選択していくようになったらやっぱりね、楽しくなっていくんですよね。これ面白いですけどもね、大変だなと思うとやっぱもっと大変にしてあげましょうみたいなね、そういう優しい神様がいるみたいでね、そういうギフトを送ってくれるわけですね。はいはい、太玉の御事、あれやこれやあれですね、ダッキーさん、ドッキーさん、ドッキーさん、また悩んでますね、すぐ忘れちゃう、すいませんね。お、イザナキの御事、形を与える、約束を果たす、感謝、あなたの考えていることに形を与えなさい。面白いですね。あなたの考えていることに形を与えなさい。形は、言葉から生み出されるでしょう。言い切ることのパワーを覚えて、感謝の思いとともにその言の葉を成就するのです。私がその言葉を聞き届けましょう。ね、形を与える、約束を果たす、感謝、まずは言葉にする、自分の思いを言葉にする、そして、そこから行動が生まれるっていうのはよくある流れですよね。はいはい、そうしたいものはね、何か、ありますか、ね、はいはい、だからそれとはまたちょっと違うんですけどね、自分の中をね、その一つクリアにするやり方として、息を吸うときに、感謝します、感謝します、感謝します、息を吐くときにありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もしくはありがとう、ありがとう、ありがとうでもいいですね、感謝、感謝でもいいですよ、息を吸うとき感謝、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 息を吐くときありがとう、っていう感じで、呼吸をやっていくと、呼吸も深くなってくるし、それから、頭の中も一つね、クリーンアップできるっていうね、ことです。案外やってみるとね、いいんですよ。ね、なんかね、なんか堅苦しいなっていうふうに思うかもしれないですけどね、気持ち、やっぱ感謝とありがとうっていうのがね、ある意味、ね、この人生で味わう最上のものだったりしますよね。だからそれを先に言葉にしちゃう、ね、思いが入ってないから嫌ですっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、さっきの話ですね、ことの葉、言葉にもエネルギーありますからね、その感謝のエネルギーを取り入れて、そしてありがとうでね、流していく、ね、そういう循環を呼吸でやっていくっていうのはね、案外良かったりするんですよ。サナさん、あ、こうちゃんさん、ありがとうございます。洗濯の時
サナさん、いいですね。サナさん。サナさん、サナさん、サナさん、サナさん。おう！こっち。じゃん。アマテラス、大神。サナさん、いいですね。最高の自分、無限の自己、ジョイ。ジョイジョイジョイ。私は輝く光そのもの、私は全てを照らします。光があるところに影ができます。影も私の想像を作ったもの、私は影を光に変えることはしません。ありのままで良いのです。私は光そのもの、私は無限であるあなた自身です。最高の自分、無限の自己、ジョイ。いいっすね。これは何を抱えてるんでしょうね。魂かな、神様かな。自分の中に神様がいる。最高の自分。自分のことをね、普段どういうふうに思ってるかってすごく大事なんですね。それって、言葉にね必ず出ていますので、自分の言葉を、何言ってるかなってね、自分で、耳を傾けるってすごく大事なんですね。それは自分に対して投げかけた言葉でも、誰かに、ね、言った言葉でも同じですね。結局はそれは全て自分に戻ってくる言葉、自分に対する言葉だったりするわけですね。そこにねちょっと耳を傾けてみるといいかもしれないですね。で本当はその最高の自分って今の自分なんですね。前世も含めて考えるならば、前世があればですよ。前世も含めて考えれば、いろんな、ね、前世の体験も含めて、今の自分っていうのが一番トップにいるわけです。ね、偉いでしょ偉いでしょって変な話。ね、まあ、もっとね、多次元的に言うとね、わけわかんなくなっちゃうんでね、置いときますけれども。ね、しかも、よく言いますけどね、これからの人生の中で一番若いのが今の自分、ね、そう考えちゃってもいいわけですよね、はい、どっち取る、ね、両方取っちゃう、そうすると最高の自分、ね、でよく言いますけどね、仏工場、仏工場って言葉もありますよね、今がもう仏様、神様なんだよ、ね、で向上したいという気持ちが、ね、あって、ね、あれこれやっちゃう、ね、そういう神様が、ね、仏様が自分なんだよ、ね、人間なんだよっていう、ね、それを、ね、きちんとね自分で、最高なんだよね、仏様なんだよね、神様なんだよねっていうふうにね、思っちゃうといいんです。で実際そうなんですからね、はい、サナさん、ハリさん、ね、こうカードを引かせていただいてますけどね、あのヒーリング整体師ですから、ハリさん、違えしの狼と言いながらね、あのセッションでタロットとかもやってますしね、はいはいはい、何でもありです。ハイさんですね、地返しの狼、過去の災いを防ぐ力、再誕生、新しい天気、ね、あなたは過ぎ去ってしまった出来事にまだ囚われているようです。私は不動の岩の神、過去からあなたに流れ、あなたを妨げている不要なエネルギーの前に力強く立ち、あなたが自由になるのを助けましょう。あなたは今にしっかりと
立つことができるようになります。ね、過去の災い、ね、これが災いと思ってると災い、ね、それが何かを変えるきっかけだったと思えばそうなるわけですね。で、まあ要はその今からね、今っていうところからね、次歩くだけなんですね。その今があやふやだったりとか、例えば、泥沼みたいな感じだったらね、先進めなかったりしますね。きちんと今のベースを、しっかりしていく、ね。じゃあしっかりするにはどうするかっていう、まあいろんな方法が、今までもね、皆さんおっしゃってましたけどあるわけですけどね。一つは今の自分をどう見ているか、自分自身がね、そこのところなのかなっていうふうに思いますね。でやっていくとまあ大丈夫とかね、まあなんとかなるよねみたいな、ね、そういう感じになっちゃうんですね。もうでもなんとかなっちゃうんですよね。なんかやろうかなと思って、でも心配だなと思ってもね、やってみるとなんとかなっちゃう。で、なんとかならないときはね、まだ時期じゃない。ね、それだけっていうとこですよね。はい。ももさん。あ、じゃあそろそろね、カードの方は、あれです。もう締め切らさせていただきますね。お、ももさん。ああ、ももさん、桃が出た。オオカムズミの御事。なんかお尻みたいですけど、桃ですよね、これね。スパッと断ち切る強さ。ゆったりする。明るい未来へ。前のことはすっぱり断ち切りましょう。そして、ゆったりと休んでください。私の力はあなたに深い休息を約束します。そして次へのエネルギーを養うのです。どのような経験も土に帰り、新たな実を結ぶ糧になります。いいですね。どのような経験も、土に帰り新たな実を結ぶ糧になります。エネルギーに満ちた未来が待っているのですね。桃食べてくださいね。なんだろう、フルーツなんとかってね、デザート系であるじゃないですか、ね、フルーツパフェとかね、そういうのね、ちょっといいかもしれないですね。そういうのを食べてゆったりするね、ゆったりまったり、ね、自分にね、自分を養う、ね、需要、ね、それが今大切なのかもしれないですね。千代子さん、確かに息を吐くのはとても苦手ですね。時々息止まってます。はいはい。でもね、息止まってるって感じるのはいいことですね。で、まあ、止まってるなと思ったらね、脈はどうかなって、ね。で、脈も止まっちゃうとちょっとまずいんですけれども、ね、まあ、止まってったなと思って、またね、吐くことを意識されるといいですね。はい。でもね、そこって本当に、どういうところにね、自分を置いてるか、っていうのも案外あったりしますね。前のね、先生やってる時は本当によく言ってますけどね、学校を出てね、仕事終わって学校出てようやく、はぁーってね、息を吐けたっていうのはね、何回も経験があった。ああ、自分はあまり息吸ってなかったのかもしれないなっていうね、そういう、ストレスがね、結構あれこれあったんじゃないかなっていうふうにね、思います。だからね、息をゆったりと吐ける空間に自分の身を置くことを心がけるっていうのもね、いいかもしれないですね。こうちゃんさん、下腹部、丹田を意識するといいですね。あ、
おかねさん、ありがとうございました。笑いますわ。イルカさんですね、どうもです。お、イルカさん。くくり姫の神。今ね、誰かを、ね、応援すると面白いかもしれないですよ。こんな人いますとかね。はいはい。信じること、仲介する、あちらとこちらの次元の橋渡し。私はそれぞれの自由なる意志と自由なる意志を静かに結びましょう。確証を求めることなく信じてごらんなさい。相手はあなた自身なのです。新しい次元が開くでしょう。新しい次元がですね、次元って言うと大好き。分かる人は分かりますね。新しい次元が開くでしょう、ね。信じること、仲介する、ね、ね。よく言われてます、タロットの星のカードなんですね、川があって、ね、それをジャーって流してる、ね。自分の豊かさを流していくと、より大きな豊かさが自分の元に戻ってくる。そういう、意味合いもあったりするんですけどもね、幸せになる、ね、一つの方法、別になんなくてもいいんですよ。ね、で人を応援することなのかもしれないなっていうのがふっと出てきましたね。で、人を応援するともちろんね、誰かから逆に応援される立場になったりもするんですけどね、案外そういう、誰かね、面白い人がいたら、こんな人がいますとかね、誰かが何かやってたら、それね、誰か、山田さんがこんなことやってますみたいなね、そういう応援されてみると、なんか面白いような気がします。みゆさんね、はい。みゆさんのね、この間のお話も面白かったですね。はい、お風呂空炊き事件。こんなところで言ってどうするのって怒られそうですね。みゆさん。みゆさん。おう。はい、大やびこの神。現実を自分の内に見つける。古いパターンに気づき手放す。大やびこの神ですね。地獄はただそこにあり体験し、自らを悠久の時の中に知るのです。天と地の間で調和を取りながら、外に起きている出来事を個人的に受け止めはしません。日照りが続いてもそれを自分のせいとは思わないでしょう。大きな木のように大地に根を下ろし、自己中心性という眠りから目覚める時が来ています、ね、現実を自分のうちに見つける。古いパターンに続き手放す、ね、何だろう、お水？逆にうるさいんですけど。はい、その現実っていうのはその自分自身とイコールだったりするわけで、ね、その自分の身の回りのね、いろんな現実っていうのが案外その自分
自身だったりする、ね、そうするとね、自分の日常ってどんな感じかなっていうふうにね、ちょっと思い出してみると、ね、今の自分っていうのが分かるってよくありますよね。はいはい、ね、その中で例えば落ち着きたい自分がいた時に、逆に自分は落ち着いたことをやってるのかどうかとかね、だからワクワクとね行動したい時って逆に何だろう、世界が広がっていくね、あれですね、そういう何て言うんでしょう、リクエストが増えてくる、ね、今度こういうのやるんですけど来ませんかみたいなね、そういうお誘いが来たらね、あ、これこれこれって乗っていくといいわけですよね、ちょっと疲れちゃったなと思ったら、ね、やめればいいわけですけれども、ね、今の現実っていうのは、ね、どういうふうに自分で見えるかっていうのね、それってすごく大事な ところかもしれないですね。本当に僕なんかは最近ちょっと、ね、忙しいなと思ってるのはね、自分の中がちょっと整理整頓がねちょっとできてないのかもしれないな、ね、そうするとちょっとね、ブラーッと散歩するとか、ちょっと瞑想チックにねぬぼーっとするとか、そういう時間をね、ちょっと、取っておく、時なのかなっていう、ね、そういうふうに自分でふっと思いましたけどね。サナさん、いずれやってくる死に対して心的にどう受け止めて、いればいいのか、不安をなくせるのかな。不安は不安でいいと思うんですよね。根性をまだ体験してないので、それよりも今を愛おしむっていうところが僕はすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。要するに、根性っていう区切りの中ではね、これ限定プレミアム商品ですから自分自身がね、ただそれは限定でね、その期間限定なのでね、その限定の期間が終わったらおしまいになっちゃうんです一旦ね、そうするならばね、その限定商品である今の自分をやっぱ大事に大切に、ね、それから同じくその限定商品である自分の大切な人をね本当に大切にしていく、それに尽きるんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱりねそこで不安どうなるのかなって不安、ね、ない人ってそんなにね、多くはないと思うんですよ。でもね案外やってみたらね、ああこんなもんみたいなね、感じかもしれないですね。はい、こうちゃんさんありがとうございます、ね、洗濯の時ですね。あ、一休さんですね、ありがとうございます、ね、角の方はもう気ままに締め切らさせていただきましたので申し訳ないですけどね。玉より姫の御事、玉より姫の御事、春の芽吹き、浄化、新しい始まり、椿の花が春の訪れを告げています。冬の寒さももう終わり、いよいよ新しい生命が生まれる春が始まります。大地が湧き出る清浄な水の流れに今までの思いや煩いを流しましょう、ね、新たなるものを生み出す時が訪れています、ね、新たなるもの、ね、生み出す時、ね、一休さんにとって新たなるものって何でしょうね、
もちろんその新たなるものを生み出す前はお掃除が大事っていう話ですよね。はいはいはい。マコリンさん、ありがとうございました。その時感じたことを信じるということ。そうですね。信じなくてもいいです。感じるだけでいいです。一瞬一瞬感じていることを意識、そうですね。それも自覚ですね。はいはいはい。ネオさん、次元によって感謝。次元、次元。ドッキーさんですね。カードありがとうございました。今まで思ってたことを口に出さず、そのまま飲み込んでい、たことが多かったような気がします。感謝と愛を持って意識して言葉にしていきます。はい。お腹すいたらお腹すいた。誰か突っ込み入れてというね、ネオさん。あずきさんですね。こんばんは。ネオさん、盛り上がってますね。あずきさん。重い金の金。重い金の金。未知なる扉を開く。探求者。英知とつながる。私はあなたの中の英知です。あなたの内側の深い場所へ降りていけば、私に出会えます。それがあなたの真理です。あなた自身を知ることは私を知ることなのです。私があなたに新しい創造工夫のアイデアを授けましょう。未知なる扉を開く探求者、英知とつながる、うん。面白いですけどね、自分なんかもその、なんて言うんでしょう、セラピストさん支援サポートとかもやってるんですよ。支援とサポートって一緒、ね、夢卵サポートプログラムみたいな。まあ、それはね、どうやって、まあ、サロンやっていけばみたいな話なんですけれども、それ以外でもね、あれやこれやってて、面白いのは、なかなか自分って自分のこと見えなかったりするでしょうね。まあ他の人の方がね、案外自分のこと見えたりするんですけれども、いろいろね、そういう方とこれからどうやっていけばいいでしょうかみたいなね、話を伺ってるとね、どん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 ね、湧いてくるんですよ。あ、これとこれでね、細野さんがやってるこれとこれを合わせるとすごく面白いですよとかね、なんでこんなポン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 アイデア出てくるんだろうみたいな、時があるんですよね。で、びっくりされるんですよ。なんでですかってね、多分ね、自分がワクワクしてるから、ね、あ、この人面白いみたいな感じ。大体来る方って面白いんですよ。ね、てかみんな面白いんでね、わあ、面白いなと思ってね、いろいろお話聞きながらね、じゃあこれとこれを やっていくと、ね、こんな感じになるんじゃないですか。ああ、それ知れて。自分は、ね、そこまで思ってもみませんでしたけど、結構面白いかもしれないですね、なんていう、そういう話になるんですね。で、そういう時って、本当にワクワクしてるんで、うちとつながってるんですよね。だから、バンバンね、アイデア出てきちゃったりする。ね。なのでね、やっぱりそういうことなんですよね。この、重い金の神。英知とつながっていく。要はその自分自身のワクワク、簡単に言えばですよ、ワクワクっていうところとか、そこら辺につながっていくと結構ね、いろいろと出てくるよっていう、そういう話ですね。ももさん、桃食べます。はい、どうぞ。今の自分をどう見てるのか。ありがとう。福利姫様ですか。はい。人を応援するですね。やってみます。はい。ありがとうございます。
お部屋の掃除します。みっちゅうさん、サナさん、面白いカードありがとうございます。ありのままの自分で言葉に耳を傾ける。みゆさん、カードありがとうございます。誘われるままに行動するのもよし。そうですね。誘われてどうって言って、っていう感じ。楽しかったら、ね。嫌だなと思ったら、ね、理由はいりませんね。なんとなくで構わない。ね、なんかね、嫌みたいな感じでもいいし、なんかいいのよね、みたいなね。そういう、なんかねっていうところって案外大事だったりしますね。はい、空だき事件。はい、今だから笑える話。そうですね。3%。3%は何でしょう。ね、って言ったところでね、皆さんありがとうございました。この神様カードを引いてるとね、そのやっぱり自分も開いてくるところがあったりして面白いなと思いますね。結局はね、自分のこと自分で言ってるようなもんなのかもしれないですよね。まあ大体カウンセリングとかってね、そういう感じのことが多いんですけれども。自分で言っといてね。あ、それ自分のことじゃん、みたそんなことがよくありますよね。まあ、カードの方もありがとうございました。ね。とりあえず来週は、あれですね、大阪のななみんさんですね。もう、あれかな、どなたか決まってるのかな、よくわかんないですけどね。じゃあ、最後にね、ゆったりね、ぼーっとする時間を持ちたいと思いますね。まだぼーっとしたくない方はいいですよ。ね、そろそろぼーっとしたいかなっていう方はね。でね、今日はまた、手のひらを膝の上に置いてください。やりたい人はですよ。で、体はちょっと横に揺らしてもいいですしね、止まったままでもいいですし、僕横揺らし好きですから。ちょっとね、頭を前に垂らして、首の力を抜いて、今は吐く息にね、意識を合わせてください。勝手に吸います。吸い切ったなと思ったらまた吐く。なるべく薄く長く、ただ無理はしないで、リラックスできている範囲で行います。ね、ってやっちゃうのはね、逆に、ね、リラックスできませんから。またゆっくりとゆったりと息を吐いて、吐き終わったらゆっくり吸って、では今日はね、こんなことやりますね。心の中で構いません。こう言ってください。私のハイヤーセルフ。私のハイヤーセルフ。もうちょっと言葉を付け加えるなら、私のハイヤーセルフよ。私のもとに来てください。私のハイヤーセルフよ。私の元に来てください。この言葉をつぶやいてると、もしかしたら手のひらだとか、体で、ね、何か、ね、先ほどとは違う感覚を、味わう方案外多いのかなと。
もし違う感覚、あ、ハイヤーセルフさん来てるような感覚があったら、こう尋ねてください。私のハイヤーセルフよ。今、あなたはどこにいますか？私のハイヤーセルフよ。今、あなたはどこにいますか？私に教えてください。どこに、なんとなくもぞもぞするとかね、ここにいるなっていう感覚、味わえたら、ありがとうございますと、ハイヤーセルフに感謝をして、終わりにします。次に、私の守護天使、私のそばに来てください。私の守護天使、私のそばに来てください。その何回かつぶやくと、いや、さっきとは違うところで何か違う、感覚を味わうかもしれないですね。ハイヤーセルフさんの場合ね、体の中、ハートで感じる方って案外多いかもしれないですけど、守護天使さん、ちょっとね、体から離れた場所にいる感覚、そんなの味わう方もいらっしゃるかもしれないですね。そして感じた人も感じなかった人も、守護天使さんにありがとうと、ね、言葉をかけてください。そしていつも必要な時に一緒にいてください。お願いします。と言葉をかけてください。で最後に、地球さん、私のそばに来てください。もちろんね、そばにいるわけですけどね。さらに、地球のスピリットですね。に、スピリット、地球のスピリットよ、私のそばに来てください。と、お願いします。どんな感覚になったでしょうか。そして、地球さんには感謝ですね。この地球で、生まれ、ね、この地球で生まれて、今この地球にいること、いさせていただけることに感謝します。そして最後に地球さんのエネルギーを呼吸とともに自分の丹田、もしくは第二チャクラですね、の方に、と地球のエネルギーを持ってきて、要するにね、気を下げる
って感じですよね。うん、登ってきて、でゆっくりと息を吸いながら目を開けて終わりにします。今日はなんとなく気ままに、自分のハイアセルフさんと守護天使さんと地球さん、地球のスピリットですね、に来ていただいてどう感じるかっていうところ、やってみました、いかがだったでしょうか。あすきさんですか。あずきさんになってあすきさん、カードありがとうございます。ワクワクすること探しますね。暑さでぼーっとしても暑いですもんね。面白いんですけどもね、その来ていただくお願いする、ね、案外その近づいて来てくれるっていうところがあったりしますね。地球のスピリットさん呼んだらすごくね体が熱くなったんですね。面白いですけど、いかがだったでしょうか。ということでね、今日はそろそろ終わりにしたいと思います。その前に、この、ね、映像の下のね、水色の憎いやつスピリチュアルランキングのね、白字で書かれてますけれども、このボタンをポチッと押していただくとなぜかスピリチュアルテレビが元気になってしまうという不思議なボタンですね。ポチッと押していただければと思います。今日はね、テディさんね、イルカくんたちのイベント、イルカくん、うん、そうですね、明日の朝は集まれスピナカね、悟りへの道が夜ですね、非二元、溝口愛香さん、7月22日水曜の朝はね、歌う水曜日、野村節子さん、夜はスピリチュアル鑑定団、23日木曜日はコバシャールさんの自然体で行こう、ね、はい、夜は金慶塾、金曜日25日24日ですよね25日は土曜日、ね、リネカノンさんの、コスモランデブ、ね、で夜は、ね、ゴロちゃん週末はいらっしゃいのね、流れで今週もね、スピリチュアルテレビやっていきますのでね、皆さんまた明日の朝からもねスピリチュアルテレビ気ままに、ご覧いただければと思いますね。まあ明日、まあ、さっきも宣伝させていただきましたけれども、池川明先生と、若尾光子さんの、なんだコラボコラボ講演会が厚木で夜ありますのでね、もしよろしかったら気ままに。もう一度、これで大丈夫かな、これで行っちゃうと思いますね、こちらの方をご覧いただければと思いますね、なかなかない、ね、貴重な機会ですのでね、お近くの方、遠くの方もねぜひぜひね、多分リッチさん千葉から来てくれると思います、ね、どうぞよろしくお願いします、ということでね、今日は終わりにしたいと思います。皆さん今日も長い時間お付き合いいただきました。本当にありがとうございました。厚木、リラクゼーションルームアーネラ、ね、ヒーリング整体をやってます。岩渕雄一こと、あ、違う、ブチこと岩渕雄一、がお送りしました。ということで、ありがとうございます。どうもです。